ブラジル北部は、パラー州のマングローブ林マングローブとは、熱帯及び亜熱帯地域の川口気水域の沿線湿地にて、植物群落や森林を形成する上緑の高木や低木の総称。簡約した日本語で、紅樹といった場合、お昼ぎ、または、お昼ぎなど、昼着科の上緑樹、あるいは、マングローブの構成種全般を指す。また、集合体すなわち、 植物群落、または森林としては、英語でマングローブチケット、EN、マングローブ、チケット、低木の茂み、ヤブ雑木林といい、日本語ではこれを訳してマングローブ林というさらに、簡約した日本語では、紅樹林といい、時に海氷林ともいうなお、種の総称としてのマングローブと集合体としてのマングローブ林は、 研究者や自治店も含めて厳密に使い分けされているとは言えず、前者は後者の意味でも用いられる。校舎の表現に限って前者を指すことはまずない。マングローブ林は2016年の時点で126の国や地域に分布しており、分布総面積は1520万ヘクタールと推定されている。種としてオセアニア、東南アジアを主とする、 アジア大陸南東部、インドは大陸、東アフリカ南部、西アフリカ、南アメリカ大陸北部、中央アメリカと西インド諸島、北アメリカ南部の沿岸地域に分布する。日本では南西諸島全域と九州南部に自然分布するが、本州にも人工的に移植された場所がある。一方で、伊豆、小笠原、マリアナ島湖には見られない。 特に20世紀後半以降、世界中のマングローブ林の多くは、開発による伐採が問題になっているマングローブの語源は、マレー語で、長官体に生育する樹木の総称を表すマンギ、マンギに、英語で小さい森を表すグローブの合成である。マングローブという用語は、森林全体と森林を構成する、種を表す場合があり、混乱を招くため、前者を、マングローブ。 後者をマングローブ植物と使い分けることが一般的である。また、前者をマンガル、後者をマングローブと区別することもある。2000年における世界のマングローブ林の分布マングローブ林は一般的に熱帯から亜熱帯の波浪の影響が弱い、中東町院付近から最高高潮くらいまでの氷日型に成立する。宮城とよは、 マングローブ林が成立する立地を次の三つに分類している。波あたりのない、遠浅で気水の場所であるので泥が溜まりやすく、泥質に生育する樹木には往々に見られることであるが、泥質の中は酸素が不足がちになるため、呼吸根と言われる地表に顔を出す根を発達させるものが多い。マングローブの外縁のものは満潮時には、 幹や一部の葉まで海水に浸り、内側のものは塩分を含む冷室ではあるが直接に海水を被ることはなく、そこから陸上の植生につながる。生育する植物の種は群落内の各地点で異なり、体塩性の違いなどによって体上分布を示す。亜熱帯上部、例えば九州ではせいぜい2メートルの高さのところもあるが、 熱帯地域では30メートルに達するものがある。また、特有のつる植物もあり、場所によっては、若干の草本も出現する。マングローブは、干潟の性質を持ちつ,つつ、そこに樹木が密生する場所である。干潟は、河川上流からや海から供給される、有機物が集まって分解される場所であるため、非常に生産力の大きい環境であり、 多くの生物の活動が見られる場所である。しかし、表面構造の単純さが、生物にとって大きな難関になっている。それに対して、マングローブでは同様な環境でありながら、樹木が密生し、特徴的な呼吸根が発達することでその表面の構造が複雑になり、様々な動物の隠れ顔を与えて、その幹の表面は、コケ類や 地衣類の繁殖を許す。一方で、その複雑さゆえに、人が領域を歩くことは困難となっている。普通の森のように人が歩いて進むことは、不可能だと言える。提出は、査定で、多くの有機物を含むことから、表面以下では、有機物の分解に伴う、酸素消費によって、嫌気性環境となり、硫化水素の発生を引き起こす。 河川からの土砂など無機物流入の少ないマングローブでは、腰下、八重山ヒルギなどの植物が分解されずに蓄積し、マングローブデータンを生成する。マングローブデータンには豊富な炭素蓄積機能があり、温室効果ガスの吸収源として重要視されている。水面下に根を張るマングローブマングローブを構成する植物は世界に70から100種程度あり、 主要な樹木の多くが、ヒルギか、クマツズラか、ハマザクロかの参加に属する種である。日本国内でマングローブにのみ分布が限定される種は、メヒルギ、オヒルギ、ヤエアマヒルギ、ハマザクロ、ヒルギダマシ、ヒルギモドキ及び、ニッパヤシの合化7種である。これらは、マングローブの主要な構成種であり、分類学的にも、近縁の群からかけ離れている。 蒸気の種に付随して、先島巣オノ木や、島白木、テリハボク、サガリバナ、沖縄共築等々の樹木が生育するほか、新井の木カズラなど、特有のツル植物や草本を伴う場合がある。これらの付随する種は、荒術する、半ンマングローブを構成する種も含まれる。イリオモテ島のマングローブ、主要構成樹種のヒルギカの植物は、 いずれも艶のある楕円形の葉を持つ。葉は分厚く、厚い口ちくら層に覆われる。呼吸根を持ち、その形は種によって様々である。目ひるぎはわずかに番根状になる。おひるぎのものは、膝状に地表に顔を出す。八重山ひるぎの場合、タコの足状に、地表より上から斜めに、根が伸び、幹を支えるようになるので支柱根と呼ぶ。また、 これらの植物は果実が枝についている状態で根が伸び始めある程度の大きさに達するとその根の先端に新芽がついた状態で果実から抜け落ちるこのように親植物の上で子植物が育つのでこのような種子を耐性種子と呼ぶ親を離れた種子は海流に乗って分散し泥の表面に落ち着くと成長を始めるが 親植物から離れた後、下の泥に突き刺さり、その場所で成長することもある。他にも、マングローブを構成する木はいろいろあるが、海流に乗って分散する種子を作るものは、数多い。マングローブの10種には、地盤の高さと、長石環境によって、体上分布が見られる。日本の場合は、一番海側には昼木魂が、まばらに出現する。低木で、 目が泥の浅いところを這い、一定間隔で竹の子のように棒状の呼吸音を出す。背が高くならないので、満潮時には株全体が海水に没する場合がある。場所によっては浜桜がここに出現する。それより陸側では、北方では、目ひるぎ、南方では、八重山ひるぎが密な群落を作る。その内側には、おひるぎが生育する層がある。 さらに、陸側の、ほとんど海水を被らないが、海水の影響を受ける区域には、下がり花や、巨大な番根を作る咲島巣尾の木などが、生育している。入り表にも生育が見られ、より南の海洋島にも広く分布する五番の足も、ここに生育する。この辺りまでがマングローブであり、それより内陸へは、次第に、陸の植生へと続く。 このマングローブと陸地の境界付近にあたる、やや乾燥した区域を、バックマングローブと呼ぶ。真のマングローブに類似した植生として、ハンマングローブがあり、抗議のマイングローブとして考えられている。マングローブ植物が、自然状態では、長寒体のみに生育し、陸地に分布を広げないのに対し、ハンマングローブを構成する植物は、 陸地での生育も可能な種が含まれる。ハンマングローブは、マングローブと混在、あるいは、周辺の陸地部に立地する。また、ハンマングローブ植物もマングローブ植物と同様に、海水の塩分に対して適応した形態や、生理機能を持っている種もある。日本では、ハンマングローブを構成する植物として、代表的な種として、浜マや、浜人ジ浜夏目。 テリハボクなどが挙げられるが、上述した種も含まれる。アメリカヒルギの葉を運ぶカニの一種八重山ヒルギの根元で活動する沖縄白泉市を招きマングローブは、陸地の森林と同じく様々な動物に対して生息環境を与えている。マングローブの海側は海水の影響を大きく受け、陸側は海水の影響を小さくし、潮位等に勾配が生じる。 また、マングローブの根や幹、枝の広がりなどは多様な空間を創造する。このようにその生息環境は多様である。マングローブに生息する主要な動物は、海産の定生生物や魚類であるが、砂鳥猫のような哺乳類、鳥類、昆虫類なども利用している。潮が引いた時には、多数のカニ等の甲殻類が出現する。干潟の近くでは、潮招き類や、 南米付きガニなどが出現し、森の中には、アシハラガニ類や、岩ガニ類が多数生息している。潮が満ちると地面に掘った穴の中に潜り込んで、やり過ごすものが多いが、中には木に登って過ごすものもある。潮が満ちると、ガザミや、ノコギリガザミなど、大型のカニが姿を現す。貝類では、キバウミニナなどの巻貝、ヒルギシジミなどの二枚貝がいる。 これらの多くは、マングローブ植物の落葉や種子を食べている。特にマングローブの落葉を直接消費するキバウミニナ、や、ある種の大型のカニ類は、マングローブ生態系の炭素循環において、重要な存在である。八重山ヒルギの根元で活動する、南トビハゼ魚類では、干潟や、呼吸根の上で南トビハゼなどのトビハゼ類が、活動するが、潮が満ちると、 他の多くの海水魚が侵入する。木の呼吸根が複雑に入り組んだマングローブ地帯は身を隠すのに都合が良く、アイゴ類やハゼ類など多くの小魚が見られ、さらにそれらを捕食するフエダイ類やオオウナギなどの大型魚もいる。大東諸島に生息する大東王コウモリはマングローブを昼間の寝ぐら場所として利用している。 イリオモテ島での調査結果によるとメジロを中心とした鳥類の根群が確認されており、特にメジロはお昼着の花の蜜を餌としていることも報告されている。マングローブ植物そのものを生息場所としている動物もいる。貝類のイロタマキビガイやイワガニ科のヒルギ走り岩イワガニなどはマングローブ植物の幹やシチューネで生活している。 固着性動物である藤ツボの仲間の白筋藤ツボが、八重山ひるぎに付着している事例も報告されている。このようなことからマングローブは、命のゆりかごと呼ばれている。石垣島宮永川川口の群落、沖縄本島万古の群落静岡県南伊豆町の、目ひるぎ群落日本では、鹿児島県種子島西の表市の港川加工が、 自然分布でのマングローブの北限で、世界的にも北限に位置するが、メヒルギのみ生育している。奄美大島最大のマングローブは、住尾川と薬勝川が合流する川口域にあり、奄美群島国立公園の特別保護地区として保護されている。なお、マングローブに似た植生として、九州南端の鹿児島市木入町にある、メヒルギ群落が、 キーレの琉球郊外産地として特別天然記念物に指定されている。しかし、江戸時代に移植されたもので自然分布での北限は種ヶ島である。薬島の栗尾川でもメヒルギが生育し、超指定天然記念物として保護されている。伊豆半島ではメヒルギが植樹されており定着の北限とされる。沖縄島にはお昼儀、 メヒルギ、ヤエヤマヒルギ、ヒルギモドキの4種が生育しており、このうちヒルギモドキは、島北部の奥州川の河口にしか見られない。ヤエヤマヒルギとヒルギモドキについては、沖縄島が北限である。その他に、島北部東村の下差し、南部のマンコ島で、マングローブが発達している。久米島には、オヒルギ、メヒルギ、ヤエヤマヒルギの3種が生育している。 島東部の岐阜川河口に、島唯一のマングローブが成立している。宮古島には、お昼儀、目昼儀、八重山昼ぎ昼ま魂の4種が生育しており、このうち昼ま魂は、宮古島が北限である。島北部の島尻に、マングローブがある。石垣島には、お昼儀、目昼儀、八重山昼だ昼し魂、昼ぎもどき、 マヤプ式の6種が生育しており、このうちマヤプ式は、石垣島が北限である。宮永川川口のマングローブが、宮永川の昼木林として、国の天然記念物に指定されているほか、島西部のナクラアンパルにもマングローブが広がり、国指定長寿保護区及び、ラムサール条約登録地になっている。イリオモテ島には、マングローブ植物7種がべて生育しており、 中間川や占い川の河口に広大なマングローブが発達している。特に中間川のマングローブは中間川天然保護区域として国の天然記念物に指定されている。近年、世界各地でマングローブの破壊が問題になっている。東南アジアでは木炭の材料とするための伐採と海岸沿いの湿地を日本向けの牛エビや バナメエエビなどのエビ養殖場とするための開発が主な原因となっている。また、家畜の飼料とするための伐採も行われている。そのため、あちこちでマングローブが消滅しつつある。熱帯雨林の破壊が地球温暖化との関わりで問題になったように、マングローブの破壊も同様な問題として注目されるようになった。また、マングローブが 海の水質浄化に果たす役割が大きいことが知られるようになり、世界の湿地帯の価値の見直しとも連動し、その意味でも注目を受けつつある。また、2004年のスマトラ島沖地震以降、マングローブによる津波被害の軽減の効果が指摘された。マングローブが自然の防波堤となることで、津波の人への被害の原因となる漂流物体が食い止められるというものである。 スマトラ沖地震で大きな被害を受けた東南アジア諸国ではマングローブの再生への関心が高まっている。現在、あちこちでマングローブの再生を目指した試みが行われている。航海では砂漠の沿岸でマングローブの形成が試みられた。砂浜では風と波のために生育が維持できないが枯れ木などを使って柵を作り、 水流を止めるようにすれば生育が始まり、群落が少しできれば、それが波よけとなって次第に面積が広がるという。日本でもマングローブの浄化作用を利用しようとの目的でマングローブ林形成を目指す事業が各地で行われている。沖縄県那覇市のマンコにはマングローブ林が植樹され分布範囲が広がっている。しかし、上流からの土砂の流入や 生活排水の流入、廃棄物が原因という可能性もあるが、干潟の陸地化や悪臭などの問題も生じている。さらに、伊豆半島の青野川など本州の太平洋岸地方でも、あちこちでマングローブを育てようとの試みが行われている。これらの地域は、本来の分布域ではなく、そのままでは生育させることが難しい。 そこで、ビニールシート等をかけて保温する方法なども取られている。だが、本来根づかない植生を根づかせることは、自然植生の格乱であるとの意見もある。ありがとうございます。